ヒューズ軍はアメリカ合衆国サウスダコタ州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は17,022人であり、2000年の16,481人から3.3%増加した。軍庁所在地は州都でもあるピア市であり、同軍で人口最大の町でもある。ヒューズ軍はスタンリー軍と共に、 ピアショート試験を構成している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は800平方マイルであり、このうち陸地は741平方マイル、水域は59平方マイルで、水域率は7.42%である。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。ヒューズ軍は、大統領選挙やアメリカ合衆国議会選挙では、 強固な共和党の地盤である。大統領選挙民主党が最後に勝ったのは1936年のフランクリン・ルーズベルトだった。2008年の選挙でも共和党候補のジョン・マケインが軍投票総数の63%を獲得した。サウスダコタ衆議会上院では第24選挙区に属し、2012年時点で共和党員が議席を取っている。会員も 第24選挙区に属し、共和党員が2議席を占めている。ヒューズ軍は、レーバーとバレーの2つの軍区に分けられている。またウェストヒューズ、ノースヒューズ、クロークリークの3つの未編入領域もある。ありがとうございます。